イギリスのニュースメディアデイリーメールは4月24日、BTS のジミンに似せるために12回の整形手術を受けたカナダの俳優が韓国の病院で死亡したと報じた。報道によると、サン・フォン・コルッチという名前のカナダ人俳優22歳が数ヶ月前に受けた整形手術の合併症により、4月23日の朝、韓国の病院で亡くなりました。サン・フォン・コルッチの広報担当者であるエリック・ブレイクは、デイリー・メールに次のように語っています。合併症のため、彼は送還され、数時間後に死亡しました。セイフォン・コルッチは BTS のジミンに似た顔を望んでいたことが明らかになったので、彼は過去1年間に12回の整形手術を受けました。彼は、顎の手術、インプラントの配置、フェイスリフト、眉毛のリフト、鼻の手術、唇の縮小、および簡単な手順に約22万米ドルを費やしました。ブレイクは、フォン・コルッチは顎インプラントのリスクを知っていたが、それをやりたいと思っていたと述べた。フォン・コルッチは自分の外見に自信がありませんでした。彼の顎のラインと顎は非常に四角、幅が広すぎると考えて V 字型を望んでいたため、その形が好きではありませんでした。アジア人は持っている。エリックによると、サン・フォン・コルッチは2019年に韓国に来て、韓国最大のエンターテインメント会社の一つで研修生になった。サン・フォン・コルッチは、韓国ではカナダ系ポルトガル人のシンガーソングライターとして知られています。彼は、10月から米国の主要なストリーミングプラットフォームで放映される新しい韓国ドラマで K-POP アイドルとしての役割を果たし、デビューする予定でした。ドラマでセイフォン・コルッチは、一夜にして K-POP アイドルになった裕福なヨーロッパ人留学生の役を演じた。ブレイクは、フォン・コルッチはとても幸せで、本当に一生懸命働いていました。これは非常に悲劇的で不幸なことです。彼は韓国で仕事を見つけるのに非常に苦労しました。彼は、西洋の外見のために差別されていると感じていました。